食品メーカーなどから排出される食品廃棄物をエネルギーに変えるバイオガス発電所が牧之原市に誕生しました。環境に優しく安定して電力を供給できると期待が高まっています。牧之原市の工業団地に完成した発電所、食品廃棄物から電気を作るバイオガス発電所です。総事業費およそ20億円、広さ1万平方メートルで、バイオガス発電所としては東海地区で最大の規模となります。県内の工場などから食品廃棄物が運ばれてきました。今からあの機械で細かく粉砕していきます。受け入れるのは食べ残しや不良品となった食品、その量1日80トン以上です。県内の食品廃棄物はほとんどがそのまま焼却されていますが、その一部をエネルギー源として活用します。集まった食品はこちらのタンクで発酵されます。そしてそこから出た二酸化炭素やメタンなどといったバイオガスがこちらの発電機で電気へと変わっていきます。食品廃棄物を調達できれば天候などに左右されず24時間安定的に稼働でき、年間340万キロワットを発電します。これは一般家庭およそ600世帯が1年で消費する電力に相当します。建設を担当したアーキアエナジーの上田哲也社長は、100年以上続く施設にしていきたいと意気込みを語りました。産業廃棄物の中でも特に処分は難しいと言われて食品廃棄物ですね、この食品リサイクル率を上げるというのにはまさにこういったバイオガスプラントというのは非常に適しているというふうに言われております。また廃棄物が発酵した時に出る消化液も肥料として農業に利用できますが、まだ運用方法が決まっておらず、農家との連携が今後の課題です。食品リサイクルってのはみんな困ってます、日本中で。この食品リサイクルをうまくエネルギーに転換して、しかも消化液というものが出てきますから、それをうまく農業に使っていけば、まあ、地元にとって地域にとって一石二鳥三鳥ができていくというふうに思っています。この発電所は今月から稼働し、6月に本格的に運用される予定です。県内には食品工場が多く、大量の食品廃棄物が調達できそうだということなんですね。それをエネルギーに変えるわけですよね、はい、発電所では1日80トンの廃棄物を受け入れる予定ですが、目標としては1日300トン、年間で10万トン以上の回収を目指しています。